こんにちは、タビキューです。タビキューは1年前にメインカメラを GoPro から DJI オズムアクション4に変えました。このカメラはね、本当にカビカメラ。なんといっても動作が安定しているのと、マグネットマウントをはじめとした使いやすい機能が満載。ユーザーのことを考えて、きっとこれ作った人は自分たちも普段使ってるんだろうな、そしていろんな人の声を聞いてきてるんだろうなと思えるいいカメラです。最近モトブロガー界隈でも GoPro から DJI オズムアクション4に乗り換えましたよっていう人増えてきてますよね。で、次の世代は DJI オズムアクション5 Pro になるそうです。プロの名前の理由はちょっと分かんないですね。もしかしたら1インチなんて噂もあるし、単にライバルが GoPro だったりインサ360Aceプロだったりするので、プロという名前をつけないと格好がつかないっていうだけかもしれないんだけど、ただまあやっぱりね、オズムアクション5プロっていうので何かしらそれなりに機能追加されてくるだろうということで、オズムアクション5プロでまた乗り換える人増えると思います。それにあたって純正アクセサリーも買う人増えてくると思うんですが、この純正アクセサリー使っていていまいちだなと思うポイントもあったので、それを紹介していきます。今回紹介するいまいちなポイントがあるアクセサリーは、1つ目がオズムアクション 3.5mm オーディオアダプター。これ以前の動画ですごく便利な紙アクセサリーだと思って紹介したので、もう使ってみたらね、良くないところが結構ありました。ということでやっぱりこれはちゃんと動画作って紹介しないといけないなと思って、これ紹介することにします。それとオズムアクション多機能バッテリーケース、それではそれぞれ詳しく紹介します。オズムアクション 3.5mm オーディオアダプター、 3.5mm のマイク端子と、あと USB Type-C が付いていて、これを本体に付けた状態でマイクをつないで、モバイルバッテリーをつないで充電しながら外部マイクのステレオ録音ができる。これは長時間撮影にしがちな元ブログにおいては本当にね、便利グッズで、基本的に旅級のスタイルこれです。で、普段はこれでこと足りるんだけど、ただこれに加えてオズムアクション多機能バッテリーケースに予備のバッテリーを2個持っていって、さらに坊や BYK4 のこのステレオに入力できるように改造したやつね、これを持っていってます。坊やの BYK4 と予備バッテリーを2個も持っていかないといけないのが、この純正アクセサリーの弱点のせいで、これ余分に持っていかないといけないんですよ。どういうことかというと、まずこのね、純正アダプターの良くないところ、外部マイクを認識しないことがよくあります。で、まさに今発生してるんですけど、この電源つけたら外部マイクを認識しない。で、この状態でうっかり撮影しちゃうと、音声が内蔵マイクになった状態で録音されてしまう。しかもモバイルバッテリーで長時間撮影していると、1日長回しで撮影していた動画が全部内蔵マイクになってたってことがありました。撮影前に必ずこの外部マイク認識されていることをチェックすればいいんだけど、普段は電源消していて、でヘルメットにつけたまんまカメラが確認できない状態で電源つけて撮影するみたいなことってよくやりがちなんですよね。で、この純正アダプターが認識しないときや長回しをしないときは、今でもこの坊やの BYK4 を使ってます。坊やの BYK4 もたまに認識しないことあるんですけど、認識しない率が坊やの BYK4 の方がかなり少ないのと、あと何回やってもこっちで認識しないときでも坊やの BYK4 に変えた端に一発で認識するってこともあったので、坊やの BYK4 持って行ってます。そしてもう一つが、これね、外れやすいんですよ。上と下に爪があって、それぞれでガチッと固定するので、このおかげで安定して使えるかなって使用前は思ってたんですけど、実際使ってみるとこれが外れてるってことがたまにありました。それはここで固定されてるがために、ケーブルに力がかかるとテコの原理がかかってすごく軽い力で抜けちゃうんですよ。ここを軽く押すだけでこれでもう線が抜けちゃうんですね。それで抜けちゃって外部マイク認識しないで内蔵マイクになってる、気づいて戻しても外部マイク認識しないなんてことがね、まああるんですよね。例えばこのマイクにつながってる線が何かしらで引っ張られたりとかするだけで抜けちゃうんですよ。タビキューとしてもそれ発生しないようにこの線を固定して、ここにテンションがかからないようにしてるんですけど、
軽くね、このヘルメットに固定されている状態で軽く手が当たったりするだけで抜けちゃうので、この構造はねどうにかしてほしい。意外と何にもない坊やの BYK4 の方がちょっとぐらい力を与えたって別に抜けたりしないんですよ。ということで、外部マイクを認識しないことがあるのと、外れやすいのがこの変換アダプターのいまいちなところ。とはいえ長時間撮影できるのはやっぱり強いので、なんだかんだ言って使ってます。一回認識さえしてくれたら、あとはモバイルバッテリーで一日中使えるので、もうそのまま電源切らない運用なんてのを最近はしたりします。そして BYK4 を使っているときは撮影しながら充電ができないので、予備のバッテリーも持っていくようにしてるんですよ。で、この予備のバッテリーはすごくいいです。撮影時間も長いし安定してます。ただこのオズモアクション外部バッテリーケース、これねいまいちなんですよ。まずそもそもに高い。これバッテリーない状態で8910円、ただの充電器よ。いくらなんでも高い。最近はサードメーカー出てるからね、今買うんだったらそっちがいいと思う。まあそれだけのことがあるのか、これ充電状態が、まあ、ランプで出てくれる、これはありがたい、ここはありがたいんだけど、もう一個余分な機能があって、これケーブルの反対側をスマートフォンにつなげるとスマートフォンが充電できるんですよ。まあ、別に充電できるんだったらそれはいいんじゃないと思うかもしれないんだけど、それのせいで余計な不具合が発生することがあって、撮影で消耗したバッテリーを交換します。バッテリーケースに入れて、いや移動中とかにモバイルバッテリーにつないで充電しとこうと思うと、これもモバイルバッテリー、こっちもモバイルバッテリーという扱いになって、どっちが親機かわからなくなって充電できないみたいなことがあったり、ひどい時にはこっちの電池を消耗してこちら側が充電されてるってこともあります。じゃあ次の撮影行こうと思ったら、この中のバッテリーがみんななくなってるなんてことがあって、そんな残念なことある。で、今はこちら向きに動いてますね。これ線の差し順なのかな。で、今こうなるとこっちの方からこちら側に電気が流れてます。コンセントにつける充電器とかだったらモバイルバッテリーよりも優先度が高いから確実に充電されるんだけど、移動中モバイルバッテリーで充電したいっていう時は要注意。こんな風に逆に電気吸われてることがあります。だからもう DJI さんは次作る時はもうこれは充電専用にしてください。モバイルバッテリーになる機能いらない。それでそうすればね、もっと小さくもなるだろうし、もうちょっと安くもなると思うんですよね。それお願いします。ということで、今回は Osmo Action 4 アクセサリーのいまいちなポイントを紹介しました。 Osmo Action 5 Pro がどんな風になるのかまだわからないけれども、もしかしたらね、このアクセサリーは踏襲される可能性があるので、購入されようとする方はご注意ください。